作館学院修習地限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのはバンダイが2001年にワンダースワンカラー状態用ソフトとして発売したデジモンテイマーズデジモンメドレーです。で、こうか。で、まあ側面があって、で、まあ裏面ですね。まあ正直ね、デジモンっていろいろあるから何が何だかよくわかんないんだけど、これはまあパッケージを見ていくと、ね、ワンダースワンカラー状態用のね、まあマークが入ってるんで、まあワンダースワンでもワンダースワンカラーでもスワンクリスタルでもできると。で、デジモンテイマーズのロゴがあるんで、まあ、デジモンテイマーズに関連する、まあ、アニメ作品の、ね、ゲームっていうことになりますね。で、デジモンメドレーで、あと何があるかな。東映アニメーションの昇紙がね、印刷昇紙になってますね。で、デジタルリンクシステムのロゴがあったり、ね、バンダイのロゴは当然あって、で、ミレニアムカード入りっていうね、カードが同梱されてるのがアピールされてます。で、一応ここの的には、まあ多分デジモンシリーズ、僕ちょっと原作どれがどれだかよくわかんないんだけど、まあ 3人のね主人公キャラが多分並んでるって感じでしょうね。で、それに関わる多分デジモンたちが周りに、シルエットじゃないけどちょっと薄い形でいますね、というパッケージですね。で、まあ、サイドとか見てもね、3人が並んでいるんで、まあ、3人が主役なのかなっていう見せ方と、まあ、こっち側見るとね、今度はキャラクターがいて、まあ、デジモンたちがいて、全104話のアニメ図鑑を集めようみたいなね感じなんで、なんかそういう系かってね感心するわけですけど。で、裏面、画面写真が5点あって、タカトが、タイチが、ダイスケがデジタルワールドに大集合、インプモンに捕まったクルモンを助けるためみんなで大冒険だってことで、まあそういうゲームらしいですよ。で、ここに説明があって、インプモンの罠にはまってクルモン、タカト、ルキ、リーたちは闇の世界に閉じ込められてしまう。絶体絶命のピンチの時、デジタルワールドに奇跡が起きた。タイチが、ダイスケが、ヤマト、コウシロウ、イオリ、ミヤコたちがデジモンと一緒に大集合、さあみんなと一緒にデジタルワールドで戦おうってことで、なんかタカトがタイチがダイスケがって言うけど、タカトは捕らえられてる側で、タイチとダイスケが助ける側みたいな感じの位置づけですね。で、まあいろいろ説明、画面の説明とかあるんですけど、ここにね、デジタルリンクシステムってデジモンリンクシステムがあってね、ここにワンダースワン専用通信ケーブル別売りを使って D アークとの通信対戦ができるぞって書いてあるんだけど、多分ね、今だと D アークが手に入りにくいんじゃないかなというのが、ここがちょっとすごい気になりましたね。以上、作館でした。